What's in my life blog? イエーイ。はい、2018年の5月19日です。で、なんだっけ、今朝、学校で用事があったので、娘と一緒に行きました。で、まあ、1時間前に帰ったばかりですね。で、今ちょっとお片付けしてます。こっちも。はいよー。これ全部洗って、ちょっと休めたいと思います。で、ちょっと、待って。はい、こんばんは。今の時刻は8時15分です。今、このラーメンを作ってます。焼きそばですね。で、ちょっとアレンジして、日本の焼きそばみたいな感じにしてます。キャベツと人参とみんな入れようと思います。アレンジって感じですね。ちょっとなんか子供たちお腹空いたって言うんで、ちょっとなんか作ろうかなと思って、それを簡単に食べられるよう、もう夕飯はもう食べたんですけど、ちょっとね、なんか作ろうかなと思います。明日もね、休みなので、まあ11時に寝る感じですかね、今日は。はい、できました。おいしい、おいしい。あ、これを食べます。今子供たちの部屋にいます。で、ちょっとね、少しだけお片付けしてます。そんなにお片付けはしてないんですけど、で、昨日の夜、お姉ちゃんが、アイロンしてくれました。何をアイロンしてくれたかっていうと、アル君とアキレス君の月曜日から金曜日まで着る服をアイロンしてここに入れました。こんな感じです。まあ普通の畳み方になってるんですけど、上から月曜日、火曜日とか、水曜日、木曜日、金曜日の洋服をこんな風にアイロンしてくれたんですよね。で、アイロンしてくれて、畳んで、それで入れてくれたのは、アル君なんですよ、自分の洋服なので。で、ここはアル君の洋服にいるものなんですけど、ここを空にして、ここだけ、月曜日から金曜日までの洋服の専用の入れ物にしました。今の時刻は12時ですね。12時です。クリクリは今そこで遊んでます。で、ここで何やってるかっていうと洗濯物ですね。ちょっと寝ちゃってたので洗濯物できなかったんですよ。で、ちょっと今干します。何？どうしたベベ？何するの？上に見せるの？
見えないよみんな。ドゥインって。うん。してます。さっきまではちょっと暖かかったんですけど、急に寒くなったんですよ。ベベ、ノーナベベ、今みんなと話したいの、ママ。